2021年 FIVB 女子バレーボールネーションズリーグは2021年に開催されている FIVB バレーボールネーションズリーグの第3回女子大会である16チームが参加当年度は新型コロナウイルス感染症の流行を警戒しバブル方式による1カ国の集中開催に変更された日本は6月に 京都府と富山県の試合を予定していたが、それは取り留めとなり、開催地に立候補しないことも表明した。当初は中国でのファイナルラウンド開催が予定されていたが、方式変更のため取り留めとなり、2021年3月12日、FIVB はイタリアンのリミニが開催地になったと発表した。また、同時に開催方式についても発表され、決勝ラウンドは、 上位4チームのみが進出となり、準決勝と3位決定戦、決勝のみが行われることとなった。予選ラウンドは、例年通り女子3連戦、男子3連戦を交互に行うが、男子3連戦最終日の翌日を明けずに、女子3連戦を開催することとなり、7日間ではなく6日間ごとに、3連戦を戦う日程となった。 イタリアリミに2020年度大会出場予定だった16チームがそのまま出場。2021年チャレンジャーカップが中止となり、2021年度のチーム入れ替えがなしとなったため、2022年度大会もこの16チームが出場することとなった。予選ラウンドと決勝ラウンドの2段階方式で行われる。出展。 プレリミナリーラウンドスタンディングスウィメン日程出展、ネーションズリーグ公式サイト日程出展、ネーションズリーグ公式サイト決勝戦終了後、表彰が行われ、下記の通りになった。2021年6月1日のセルビア大タイ,タイの試合で、セルビアのサニア・ジュルジェビッチが指で自身の目を吊り上げるというアジア系の人々への差別に相当するジェスチャーをしたシーンがあり、 オンライン感染者から怒りを買うようなことがあった。ジュルジェビッチはそれを単純な誤解と弁明し、謝罪した。セルビアバレーボール連盟も謝罪し、また、本人も試合後すぐに、タイの選手たちに謝っているので、大げさに扱わないでほしいとも話した。FIVB は、処分について発表し、ジュルジェビッチは2試合の出場停止となり、セルビアバレーボール連盟は2万スイスフランの、 制裁金を課された。ジュルジェビッチは、インスタグラムアカウントを非公開にする前に二つの投稿をし、自身の過ちを認め試合直後にタイチーム全体に謝罪したと述べ、タイの選手と一緒にポーズをとっている写真も掲載したとのこと。問題となったジェスチャーは、私たちもタイのようなディフェンスをしていこうと、チーム全体に伝えたかっただけだと弁明した。ありがとうございます。